アメン、アメン、ハレリア。こんばんは、ハレリア。ハレリア、こんばんは、お元気でしょうか。サマさん、こんばんは。まず日本愛してかな。日本愛してますよ。日本愛してます、このあの伝統放送はですね、この日本を救うためにやってるという、日本にリバイバルですね、日本、音が割れてる？あ、音が割れてる、音が変。こんばんは、太郎さん。はい、第3ハレルヤ。音が割れてる。どうして音が割れてる。あ、ちょっと原因わからない。そのうち治るんじゃないかと思うんですけど。はい、ちょっと音が割れてる原因わかりません。はい。なんか変えたこと、全然音は変えてないはずなんですけどね。何か変わったかな。ガラガラ声、ほんと。まあそのうち治るかもしれない。治らなかったら言ってください。はい。こんばんは。ストッキングさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。治ってません。治ってない。ちょっと待ってくださいね。あ、つってもしょうがないから。何が原因でしょう。ちょっと原因不明です。すいません。音が割れている？おかしいなぁ。どうしたらいいんでしょう。なんかいじってはいないんですけどね。マイク。原因不明ですね。ちょっとね。すいません。ちょっと我慢して。再読み込み、ちょっと皆さん我慢してください。すいません、我慢しててくださいね。はい、それではですね、放送を始めたいと思います。アメン。あ、つまりですね、私はあの日本を愛しているから我慢できない我慢できないで、どうしたらいいのかな。出直してください。NG ですぎ。要するにですね、日本を愛してるから電動放送してるんですね。日本を愛してるから、こうリバイバルのために電動してるという。そういう、あ、じゃあもう一回ちょっとこれで、あ、音が割れてる。じゃあこれでどうですか。これで音はどう。これでいかがでしょうか。これ少し良くなりましたか。ダメ、治ってない。ダメ、おかしい、治ってない。困っちゃったな。少し治りました。ああ、少し治った。困りましたね。再起動、小さくなって割れてる。どうしたらいいのかな。音が割れてる。ちょっと待ってくださいね。何がいけない。あ、今度はどうですか。今度はいかがでしょうか。今度はどうですか。ひどくなってる。治ってない。ダメ。治ってない。オッケー、治った。どっち？余計ダメだった。声が小さい。あららららら。治ってない。困っちゃったね。ダメです。そうですね。イエス様、音を直してください。イエス様、音を直してください。イエス様、音を直してください。
困りましたね。どうしましょう。声はいいのですけど、小さい。あ、声がいいけど小さい。じゃあ、ちょっと待ってください。これでいかがでしょうか。これで少し音を大きくしました。はい、どうでしょうか。ひどくなった。ダメ。あららら。全く治ってない。我慢できない。進行が足りない。まだ割れてる。困りましたね。少しガラガラ。マイク、あ、じゃあマイク変えてみようかな。ちょっとですね。あ、こっちでやればいいのかな。ちょっとマイクをね、変えてみますね。ちょっと始まるのが遅くなりますね。これでどうでしょうか。これで、これで音はどうですか。ダメ。変わらない。変わらない。聞こえない。割れてる。ブツブツ。あ、おかしい。再起動いきましょうか。再起動大変ですよね。まだ割れてる。そう。じゃあちょっと声が小さい。じゃあちょっと再起動いきますけど、いいですか皆さん。再起動、放送ツール再起動する。放送ツール、あ、放送ツールを再起動する。ちょっと待ってくださいね。放送ツールを再起動。こうして、あ、これ放送起動、これはダメですよね。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、やっとですね、できそうな感じですが、はい、お待たせしました。今度、音どうでしょうか。はい、音どうですか、皆さん。音いいですか。音はいいでしょうか。はい、OK。あ、よかった、よかった。ちょっと原因不明でしたけれども、ちょっと、すいませんでした。ちょっと遅くなっちゃって、すいません。いいですか。アメン。やっと。良くなりました。はい、ありがとうございました。アリトルさん、ただいまただいま。だいぶ時間かかりましたね。10分はかかってないけど、7、8分ぐらいかかった。結構かかりました。すいませんでした。はい、それじゃあですね、仕切り直すっていうのかな、いきます。で、第3祈りが通じて治りました。アメン。ハレルヤ。アメン。ウォーアイツォンコね、これ今中国語ですよ。ウォーアイツォンコ、私は中国を愛するっていうのがウォーアイツォンコですね。で、ですね、いろいろ先に言わなきゃいけないんですが、まずですね、さっきアンパンさん、アンパンっていう方ですね、アンパンさんですね、という方が、ね、教会に来てくれたんですよ。ここにですね、だいたい3時半ぐらいかな。で、アンパンさんは生主なんですが、最近放送始めたばっかりらしいんですね。で、ここで2時間、あ、止まっちゃった。おかしいな。どうして止まっちゃったのか。また2時間ですね2時間ここでインタビュー、あ、なんかよく止まっちゃいますね。おかしいな。もしかしたらちょっと多すぎるのかな。でちょっとですね、これを貼りましょうね。こう貼って、これがですね、そのまあタイムシフトなんですが、これで後でですね、見てください、タイムシフトですね。2時間ぐらいのタイムシフトですが、もし関心のある方は、まあ、見てください。アンパンさんとのインタビュー、ついちょっと前にやったんですが、2時間ぐらい前にやったのかな。はい、今動いてますよね。
はい、それからあ、余計なページ開けした方がいい。そうですね、ページが20ページぐらい、20ページぐらいあるので、それからちょっと最近はちょっと面白い歌を見つけたので、これちょっと紹介しましょうね。これも消しながら、ページを消せばいいんですよね。はい、これはですね、ちょっと面白いページを見つけたので、これを見てください。はい。はい、クルーズさん、こんばんは。それでですね、そうですね、はい、はい、あ、どうもクルーさんありがとうございます。はい、それでですね、今日のタイトルなんですが、まあ、今一番、日本の、政治的と言ったらいいのかな、政治的な問題は日中問題じゃないかと思うんですね。日中問題で、日中問題は非常に深い問題なので、まあ、この簡単に説明できないんですが、皆さんもご存知だと思うんですが、今非常に、険悪な状況ですね。だから日中国交40周年ですか、今年はね、日中国交40周年なんですが、まあ、本当にちょっとこう非常にこのなんていうんですかね、あまりいい関係ではないということですが、まあ、簡単に説明すると、東京都がですね、尖閣諸島を、まあ、買おうと、所有しようとしたんですね。それは多分石原都知事がね、そこに何かこの尖閣諸島をはっきりと日本のものだということを、何か設備を作ろうとしたんでしょうかね。それが、まあ、きっかけだったんですが、それで、まあ、国がですね、それに対してなんか問題が起きそうかもしれない、東京都が買ったら問題が起きるということで、国がですね、国が尖閣諸島を買おうとしたわけですね。ところがそれがやぶやぶになっちゃったんですね。その東京都が買うと問題がその起きないように国が買ったんじゃないかと思うんですが、イエス様を信じて油注ぎを受けたら救われ癒されます。でその国が買ったことによってですね、本当は問題をなくすために国が買ったんですが、それが中国の人にとってはね、それはなんかこう中国に対するなんか尖閣諸島は日本のものだという意思表示に見えるわけですね。国有化するということはなんかこれは日本のものだというふうにですね、見えるわけです。本当は問題が起きないために日本が買っただと思うんですが、それがかえってやぶへびになっちゃったんですね。やぶへび。それでその皆さんもご存知のように、中国でそういう反日デモが起きちゃったわけですね。で、結局なんか、不買運動、日本製品の不買運動とかですね、それから、まあ、ちょっと怪我をした人もいるし、でなんかイオンでしたっけ、なんかスーパーマーケットがちょっとこう、略奪されたのかな、どう考えても国有化意思表示、まあ、そういうわけで結果的にはですね、その日本も経済的に大きなダメージを受けたし、まあ、中国もある意味では経済的なダメージを受けて、まあ、日中とも大きな、まあ、経済的な損失になったわけですね。つまりこの国家間の問題というのはですね、もちろんこの戦争したら大変なことになりますね。戦争したらですね、もう本当に破壊、両国とも破壊しちゃうわけです。でたくさんの人が死ぬわけですね。それでですね、結局のところですね、まあ、まだ戦争になってないからまあいいんですけど、これ戦争にならないように祈んなきゃいけないということですね。戦争にならないように祈んなきゃいけない。で日本はもちろん
憲法で戦争できないようになってますけれども、その戦争ね、戦争にならないように祈らなきゃいけないということと、それからまあ戦争にならなくてもですね、これはものすごく経済的に大きな損失、まあ、経済的な損失がダメっていうことじゃないんですが、まあ、日本は特に今不景気ですからね、不景気で余計に、経済ちょっとしたことでね、本当にちょっとしたことで大きなこの不景気になっちゃうわけですね。それでですね、なんかこう LCC って言って、あのね、この飛行機便、日中の航空便がですね、だいぶこう減っちゃったというのがありますね。みんなあのキャンセルして、日中行かなくなって、それで飛行機の便が減っちゃったということで、まあ、とにかくいろんな意味でかなりのダメージがある。そしてこれがもし続けばですね、かなり日中とも大きな経済的ダメージになると思うんですね。まあ、経済のために仲良くしようということではないんです、もちろんね。経済のために仲良くしようということではないんですけど、まあ、とにかくですね、隣の国です。そして、まあ、韓国とも仲良くしなきゃいけないんですけど、韓国とも今竹島問題で険悪ですね。中国とも険悪、これはかなりですね大きな損失です。それでですね、結局これを、まあ、どう考えるかということですが、霊的に考えるとですね、霊的に考えると、まずサタンは日中をこう平和をなくしたい、サタンは日韓が喧嘩してほしい、サタンは日中が喧嘩してほしい、これがまず大事なポイントです。それから、神様は愛し合いなさいということですね。神様は、まあ、隣人を自分のように愛しなさいというのがありますけれども、中国は隣の国と言ってもいいでしょう、韓国は隣の国と言ってもいいでしょう。私たちはですね、この愛し合わなきゃいけないんだよということですね。愛し合わなきゃいけない。ちょっと一応御言葉をね、これとても大事な御言葉なんですね。マタイ22の、39ですね。39、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これを国に置き換えましょうか。国にね、あなたの、隣国を、自国のように愛せよ、あなたの隣国を、自国のように愛せよ。自国っていうのは自分の国ということね。あなたの隣国を自国のように愛せよ、あなたの隣国の中国を、日本のように愛せよ、あなたの隣国の中国をあなた日本のように愛せよ、まあ、こういう感じでしょうね。まあ、そういうふうに、読む必要があります。つまりですね、日本のためにもいいですか、日本のためにも中国を愛した方がいいということですね。もちろん日本のためだけじゃダメですよ。日本のためだけじゃなくて、日本のためにも中国のためにも、中国を愛した方がいい、ね。まあ、その経済損失ね、ものすごく大きな経済損失だと思うんですけど、この経済損失を考えただけでも分かると思うんですね。これだけ経済損失があるということは、日本のためにならなかったということですね。日本のためにならなかった。だからですね、もちろんこれは日本だけの問題じゃないですよ。中国もそうですよ。中国も日本を愛さなきゃいけない。中国も、愛さなきゃいけないけれども、日本も中国を愛さなきゃ、両方がですね、両方が敵意を持ってはいけないということですね。両方が敵を持ってはいけない。まあ、そういうわけでですね、その人間関係も同じです。人間関係も国同士の関係も同じで、許して愛し合わなければ平和がない、許して愛し合わなければいい関係が持てないということですね。これが大事なポイントなんです。大事なポイント、はい、クリスチャンが愛し合わなきゃいけないんだよということですね。
クリスチャンが愛し合わなきゃいけないよということですね。はい、それではですね、中国を伝道している団体があるんです。ラブアジアミッション。このラブアジアミッションというのは中国に向かっての伝道団体ですね。中国の方がクリスチャン多いんですから、向こうからね、宣教師が来る 方が普通なんですけど、まあ、日本から中国を伝道しようというそういう団体もあるんです。ラブアミッション、この来週、ガジマ集会がありますね。こう来週9、10、11、来週ガジマ集会があるんですが、このガジマ集会の水曜日のね、水曜日の午前中、あ、これ水曜日の午前中にこのラブアミッションのセミナーがありますね。リトルさんはこれが出たいということで、リトルさんは中国語が好きでしょ、だからこれを見たいということなんですが、まあもしこの東京と横浜のですね、ガジマ集会出たい方はこれがスケジュールが書いてあるので出てくださいね。それでこのラブアミッションのこの関東のとこにちょっといい文章がありますので、ちょっとこの日中に関する、まあクリスチャンとしての見方がありますので、あ、ラブアジアミッションの URL を貼りました。ありがとうございます、ありがとうございます。で、これちょっとゆっくり読みますから皆さん聞いてくださいね。はい、読みます。平和を、ハレルヤ、主の皆を賛美します。皆さんのお祈りと尊いご支援を心から感謝します。ご存知のようにテレビ、ラジオ、新聞などのマスコミで尖閣諸島の領有権に関する日中双方の意見の衝突が連日報道されています。9月18日には中国各地でデモや暴動が起こり、日本大使館、日系企業、デパートなどが襲撃されました。今年は日中国交正常化40周年の記念すべき年であるにもかかわらず、このような問題で日中関係が悪化しているのを見て心が非常に痛みます。私が台湾、香港に住んでいた期間にも数回このような問題は浮上し、非常に緊張したことがありました。しかし今回は以前のものよりも問題は深刻で大きな危険性をはらんでいます。この問題を解決することは簡単なことではありません。日中双方に主張がありますし、それぞれの思惑があります。それを、思惑かな、それぞれの思惑があります。それを汲み取り、互いが納得いくように導くのはダニエルのような神様の特別な知恵が必要だと思います。今回この尖閣諸島の領有権に関する問題に対して、私は皆様に3つの祈りのお願いをしたいと思います。1番目、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの過激な報道に影響されず、神様の御心が何であるかを求めましょう。前の戦争で民衆を間違った愛国心に駆り立てたように、今回も日中双方のマスコミが人々を煽動しないように、また民衆も容易に反日反中感情を持って互いに敵対視しないように。2番目、領有問題は非常に複雑です。両国政府が交渉するとき、州ご自身が介入してくださって本当の解決が与えられますように。人の住まいの境界を定めるのは 神です。経済力、軍事力、政治力など人間的な方法で解決するのではなく、主の主権がそのところでなされますようにお祈りください。3つ目、
本当の敵である暗闇の世界の支配者、悪魔に対して立ち向かいましょう。日本と中国が争うことを一番喜んでいるのは悪魔であることを忘れないでください。それは取りも直さず、悪魔は日本と中国が協力することを最も恐れているということです。日中の教会が愛、受け入れ、許しの態度を持って互いに祝福し、共に宣教、世界宣教達成のために協力することができるようにお祈りください。ね、こういうことなんですよね。こんばんは。こんばんは、Qさん。はい、こんばんは。俺やっぱ昨日考えたんですけど、はいはい、Qの言葉を。はい、考え、はい。Qさんやっぱ逃げてますよね。あ、私逃げてますか。どこに逃げてますか。どこに逃げてますか。自分が幸せになりたいだけですよね、結局。イエス様に逃げてるっていうこと。自分が幸せになりたいからイエス様に逃げてるってこと。そうです。じゃあ金橋さん、どこに逃げればいいの。どこに逃げればいいの。お酒に逃げた方がいいの。キューピーさん、天国行きたいんですか。行きたいですよ、天国に行きたいですよ。キューピーさん、昨日子供を殺したって言いましたよね。言いましたよ、言いました。親より先に死んだ子供は地獄に行ってるんですよ。もしかしたらね、もしかしたら神様が特別に取り計って天国に行けるかもしれない。いや、そんなことはないです。親より先に死んだら子供は地獄に行くんですよ、全員。まあ、それはちょっと行ってみないと分からないんだけど、ね、天国行ってみないと分からない。神様は良い方だから、まあ、正しくやってくれるから、まあ、あまり心配しないで、とにかく悪魔の言うことを聞かないで神様の言うことを聞いて、いいことした方がいいに決まってるでしょ。今子供は天国にいるんですか。わからない、行ってみないとわからない。ただ問題なのは、もし子供がもし認識できるとしても、神様が認識できるしてるとしても、私が悪いことするよりも私が良いことした方がいいに決まってるでしょ。キューピーさんは子供を、うん、地獄にいたとしても天国に行きたいんですか、自分は。はい、天国に行きたいです。子供が地獄にいても。はい、天国に行きたいです。子供を助けに行かないんですか。私が助けれるなら助けに行きますよ。助けに行けるならね。だけど、良ければいい。いや、もしね、そうじゃなくて、こういうことですよ。金梅さん、結局ね、私は何も知らなかったっていうことかな。何も知らないで悪魔に騙されて悪いことをしてたっていうことですよ。だから悪いことしたからそういうことをしちゃったわけでしょ。だから悔い改めても悪いことをやめたということですよ。もし私が悔い改めなかったら、もっと今も同じようなことをしてるかもしれないわけ。よく中絶を何回も繰り返す人いるじゃないですか。ああ、横山みどりみたいなやつ。うん、だけど悔い改めればもうしなくなるわけですよ。ね、本当に悔い改め、ああ悪いことしたと思って悔い改めて、もう私はだからもう二度と住まいと決心したわけ。ね、だから悔い改めて悪いことをやめることと続けて悪いことをすることと、どっちが正しいわけ。それ何、悪いことするからそういうことで進めてるんですか。悪いことしないように進めてるわけですよ。悪いことをやめましょうと言ってる。子供の命を殺すのはやめましょうと言ってるわけですよ。だって、もう世の中はそれ当たり前じゃないですか。中絶するの当たり前でしょ、世の中は。まあ今、殺人の一番多い原因です、うん。だから私が自分の経験を通してね、世の中にまたニコ生で、中絶やめましょう、中絶やめましょう、ね、イエス様を信じて中絶をやめましょうということは、中絶が減るでしょ、減ると思わない。日本だけでね、1日1000人の子供が殺されてるんですよ、日本だけで。1日1000人。
そうでしょ。だって千人の子供が殺されてた虐殺ですよ、虐殺。一日ですよ、日本だけですけどね。日本だけで一日で千人の子供が殺されてるんですよ。若い頃のキューちゃん、僕ちも殺したんでしょ。殺したの。だからこそね、だからこそ今訴えてるわけですよ。もし私が悔い改めなかったら、今も私も同じことしてるかもしれない。だけど悔い改めてイエス様を信じたからね、今やめましょうね、不貧困やめましょう。不貧困したから中絶するようになったんだから、不貧困やめましょう、純潔にしましょう。そして一人でもそれで子供が千人の子供ね、一日千人子供殺されてるわけだけど、一人でも減った方がいいじゃないですか、殺される子供が。金林さんも自分の放送で中絶やめましょうと訴えてくれませんか。そしたら中絶やめる人が減るかもしれませんよ。もうそんなことは、人のことはどうでもいい、ね、自分人のことはどうでもいい、私がやらなきゃいいんだっていうことじゃなくて、自分がやらないだけじゃなくて、他の人にもやらないことを進めた方がいいんじゃない。なぜ宗教に逃げたんですか。あのね、逃げたというよりも、まずだって溺れていたらね、溺れていたらどっか捕まりたくないですか。私アル中だったわけです。もうアル中でお酒しか逃げるとこなかったけど、でもお酒に逃げても救われなかったんですよ。だからイエス様に逃げたわけ。イエス様に逃げたらですね、救われたんですよ。でもあのキューちゃん牧師は、はい、なんかコミュニティ入ってるとか、女子中学生とか女子高校生とか、そんなんばっかりなんでしょ。性欲とは魔人なんでしょ。あのね、私はね、私のコミュニティに入った人がね、私のとこ入ったから私のとこにも入ってくれっていう人がみんな入るんですよ。だからそういう人たちみんな私のコミュニティに入ってくれて、で、私のとこにも入ってくださいって来るんですよ、スカイプで。やってるんですか、その辺と。だからそう来た人にコミュニティ見ないけれども入ってるわけ。リアルでちょっと会いませんかってやってるでしょ。全然そんなことやりませんよ。そんなことやりませんよ。牧師がそんなことしたらダメじゃないですか。だって私は不貧困ダメですよ、純潔しましょうってこうニコ生で主張してるわけでしょ。で、自分が純潔だと言いながら自分が悪いことしたら、もうそれは嘘つきじゃないですか。例えば僕は女子高生を利用して、はい、キューちゃんのとこに、はい、ちょっとやりに行けよって言って、一体騙されちゃうんですか。騙されちゃうって何が。セックスして。だから私は牧師ですから、そんなことしないって言ってるでしょ。私は妻もいるし家族もいます、そんなことしませんよ。でもそういうことやりながら、あ、いや私は罪深い人ですって言って自分を戒めながらやっていくんでしょ、悪事を。まあそういう牧師もいなくはないけども、まあほとんどの牧師はそんなことしませんよ。第一からね、そんなことしたら大体教会のメンバーの人たちがもうそれでもうあれでしょ、もう訴えるでしょ、当然。教会が成り立たないでしょ、そんなことしたら。牧師やめなきゃいけないでしょ、そんなことしたら。どうですか、うん、だって私の BS… BS… キューさんの、はいはい、信じろって言われても俺信じらないですよ。え、何を信じろ。だって子供とか殺してるでしょ。そうそんな人の言葉をなんで真面目に信じなきゃいけないんですか。今やってたらそれは信じることはできないと思うけどね。で、過去にもやってない人いっぱいいますよ。もちろんいますよ、もちろんいますよ。牧師の中にね、元ヤクザの人も何人かいるんですよ。元ヤクザの人もね。いや、そんなの知りませんよ。本当、自分の罪を悔い改めたい、天国に行きたいからやってるだけでしょ。その自分の身を守るために。身を守るというよりも許されたいっていう感じかな。だからその自分の罪に気がついてね、その罪を許してほしいから信じるわけ。死んだ後も天国に行きたいんでしょ。行きたいですよ、天国に。今やったことの悪さも考えずに能天気に天国に行きたいって言ってるんでしょ。もちろんね、私は罪を犯したわけだから。なんで地獄に行かないんですか。よく聞いてください、金梅さんね。それは悪いことしたんだから地獄に行くべきだと思うんですよ。行くべきでしょ。うん、行くべき。だけども
例えば恩赦っていう言葉知ってる？恩赦。恩赦っていう言葉知らないかな。要するに、私たちは地獄行くべきだけども、その私たちが地獄に行かないようにイエス様が十字架にかかって死んでくれたという恩赦があるんですよ、恩赦が。つまり神様は優しい方だということですよ。神様は優しい方で、その悔い改めば許してくれる素晴らしい神様だということですよ。じゃあ何やっても許してくれるんだ。いや、悔い改めなきゃダメですよ。悔い改めるっていうのはやめなきゃダメってことですよ。だから悪いことをやりながら許されませんよ、もちろん。だから、とりあえずやってもいいけど、何でもやってもいいけど、悔い改めれば全部許されるってことですね。悔い改めるったって、そんな簡単に悔い改められないんですよ。だから本当に悪かったと思わなきゃダメですよ。ああ、本当に自分は悪いことをしたとね、本当にとんでもないことをしたんだっていうふうに悔い改めて許されるんであって、軽くね、嘘ついて悔い改めなかったら許されませんよ。なんでそんなことするんですか。だって木林さん、もしね、キューピーさん、僕はね、はいはい、悔い改めることしたこと一度もないですよ。じゃあ木林さんには罪がない？ないです。じゃあ許される必要は全くない？全くないですよ、僕の点においては。私も以前はそう思ってたんですよ、昔はね。自分はいい人間で、人よりもいい人間だと思ってたんですよ。ところが私はその中絶問題で自分の罪に気がついたんですよ。気がついたの。そして聖書、そして聖書を見るとね、聖書を見ると全ての人間が罪を犯した、また罪人だって書いてあるんですよ。だからどっちが悪いかとかそういう問題じゃなくて、人間はそのアダムとエヴァが罪を犯したから、誰でも罪があるっていうのが神様の主張なんですよ。ただなかなか罪が見えないんですよ。罪が見えないから、神様が罪が分かるようにいろいろ人間がいろいろ悪さしたり悪くなったりするのを見て、あなた方がうまくいかないのはあなた方の罪のせいですよって教えてくれるわけ。犯罪がある、ね、争いがある、詐欺がある、全部それは人間の罪の教えるためのものなんですよ。中絶もそうです。中絶っていうのは結局人間が、要するにあれでしょ、自分が楽になりたいからその道を選んだんですよね。溺れてる人は救われたいと思っちゃいけないんですか？溺れてる人が私は助かりたいと思っちゃいけないの？地獄に落ちるべきじゃないんですか？誰だって地獄落ちたくないじゃないですか。もちろんね、私は地獄に落ちるほど悪いことをしたということを認めるべきだと思うんです。それ許されていいんですか？それはだから誰に対する罪かということでしょ。だからその神様に対する罪が、まあ、キリスト教でいう罪っていうのは神に対する罪なんですよ。そして地獄に生かすかどうかを決めるのは神様なんですよ。子供、俺も言いたいですよ。子供のために一緒に地獄に落ちてくださいよ。一見なんかそれはなんかちょっとね、いいように聞こえるんだけど、でもじゃあもしね、じゃあ金梅さんがその赤ちゃんだとしますよ、うん、ね、で金梅さんのお父さんが、まあ、中絶したとしますよ。で地獄に落ちないですか？でもし金梅さんが赤ちゃんだとしたときにね、金梅さん赤ちゃんは自分のお父さんが地獄に来てほしい、天国に行ってほしい？地獄に来てほしいですよ。どうしてどうして？自分のお父さんだよ。自分のお父さん、うん、自分のお父さんは天国に行ってほしくない？普通そうでしょ。迎えに来てもらいたいですよ。いや、迎えに来れれば迎えに行くけれども、自分を殺すような親をなんで天国に行かせるんですか？憎めば、親を憎んで親に復讐したかったら地獄行けって言うかもしれないよ。子供が俺を殺したお父さんよ、地獄に行けって言うかもしれない。でもその赤ちゃんがもし優しい赤ちゃんだとするよ。地獄に行けじゃん、迎えに来てほしいと。いや、迎えに来れるなら迎えに行きますよ。迎えに来れるなら。なぜ天国に行きたいんですか、その子、地獄にいる子を迎えに行かずに。だから私が悔い改めてイエス様を信じた方が、その赤ちゃんのためにもいいかもしれないじゃないですか。私が悪いことしたら、ね、
赤ちゃんのためにも良くないと思わない？私が悔い改めて悪いことやめた方が赤ちゃんのためにもいいでしょ。そんなことないですよ。だって赤ちゃんにとって私のお父さんは悔い改めないで生涯悪いことしたっていう思うのと、私のお父さんは悪いことしたけど悔い改めていいことするようになったというと、どっち赤ちゃんにとって嬉しいの？自分を殺した人が悔い改めて天国に行ってほのぼの暮らしてたら嫌でしょ、そりゃ。そうかな、逆でしょ。自分のお父さんが生涯悪いことして、それは自分のお父さんが地獄に落ちて悪いことして地獄した方が悲しいじゃないですか。都合が良すぎるでしょ、それ。あのね、その都合がいいとか悪い。じゃあ、牧師の、はいはい、全財産奪って、はい、豪遊して楽しい生活を送って、うんうん、あ、やっぱ悔い改めました、天国に行きますって嬉しいですか？うん、ごめんなさい、もう一回言ってくれる？もう一回言って。もう一回言って。嬉しいの、それが。もう一回言ってください。どうするの嬉しい。キューちゃんの金全部奪って俺が豪遊して、うん、俺は天国に行きました、嬉しいですか？あ、もしね、金梅さんが私の全財産を使い切っちゃったとするでしょ、うん、そしてずっと生涯悪いことしたするよりも、ね、金梅さんが、ああ、悪かったって悔い改めて、クリスチャンになって、ね、いいことした方が嬉しいですよ、もちろん。家族の絆とか出さなくていいよ。子供が、親を愛するとか、うん、愛するとか、そういうの出さなくていいですよ。うん。まあ、とにかく、血が繋がってるから、親だから幸せになってほしいとか、そんな考えなんで。じゃあ、他人でいいですよ。他人でもいいんだけど、待って、ぶち殺したんでしょ、あんた自分の子供。あのね、金梅さんが地獄行くよりも天国行った方がいいということですよ、だからね。なんでぶち殺された人間をそんな愛さなきゃいけないんですか？あのね、イエス様はね、敵を愛せよと言ってるの、敵を愛せよ。だからそれ子供に求めるの？憎むことはその人にとっても不幸なんですよ。あの、私たちは神の愛を持つことの方が自分にとって幸せなんですね。子供は今幸せなんですか？あの、私がイエス様の言うことを聞いて正しくやった方が、私が悪いことをしているよりも幸せだと思います。幸せだと思ってるのはキューちゃんですよね。あの、どっちがいいかって言えば、当然いいことした方がいいでしょう。相手の気持ちは考えないんですか？相手の気持ちを考えてからこそ、あの、悔い改めていいことした方がいい。誰にとっても悪いことしたら、あの、誰にとっても良くないでしょ。いいことした方が誰にとってもいいんじゃないの？いいことしないじゃないですか。あの、悔い改めなかったらもっと悪いことをするってことですよ。もっと悪いこと。それでいいじゃないですか。悪いことしていいの？うん、なんで悪いことしていいの？悪いことしない方がいいじゃない。子供はそういう無様な姿を見て喜ぶじゃないですか。そうかな、私はそう思わないな。やっぱり、あの、みんなが自分だけが幸せになるとしてるんですか？あのね、もし私だけが幸せになりたかったら伝道なんかしないでしょ。私はみんなが幸せになってほしいから伝道してるわけ。地獄に落ちないんですか？あの、みんなが地獄に行ってほしくないんですよ。私がね、私が、あの、救われたようにみんなも救われてほしいから、自分だけが天国に行きたくないから、みんなも天国に行ってほしいから伝道してるわけ。わかる？キリストと全然考え方違うじゃないですか、それじゃあ。どうしてキリストは自分が罪を背負って地獄に落ちるって覚悟でやってんでしょ、うん、確かにイエス様は死んだけど地獄に落ちたわけじゃないでしょ。イエス様は、あの、私たちのために死んだっていうことです。すべての人のために死んだっていうことでしょ。地獄に落ちてないでしょ、イエス様。イエス様は今天国にいますけどね。まあ、とにかくイエス様、そう、確かにイエス様はすべての人のために死んだので、私も、あの、一人でも救われるように、あの、イエス様を伝えて、天国にこう連れて行きたいわけ、一人でも。だから、金梅さんが天国に行ってほしいわけ。金梅さんが地獄に行ってほしくないんです。イエス、それはイエス様もそうだし、私もそうだって。天国に行ってほしいんです、金梅さんが。キューピーさん、放送してください、この後は。ありがとう。はい、
じゃあまた。今放送してるんですか。あ、今放送してる。ごめんなさい。今放送してた。知らなかった。ごめんなさい。今放送してました。わかりました。はい。悔い改めてください。はい、悔い改めます。悔い改めます。はい、それじゃあまた。シャロン、シャロン。いいんですか？切って。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、まあ、金八さんの気持ち分かるんですよ。やっぱりね、その、悪いことして地獄行くのは当たり前だという。それはそうなんですよ。悪いことしたら地獄行くのは当たり前なんです。それが本当に罪という問題ですね。だけどそれは、人間みんなそう、みんながそうなんだよということね。人間みんな罪となんだ。だから私たちは人を責めれないし、人を裁く権利はないんだっていう。あ、もう時間、ごめんなさい、もう時間ですね。ちょっと延長といってもですね、延長しましょうか、ちょっと。じゃあちょっと延長しましょうね。はい、延長し、ちょっと時間ちょっと延長しましょう。はい、延長しました。ごめんなさい、今日はちょっといろいろあったので延長しましたね。最初のトラブルもあったし。はい、それではですね、まあ本当に自分だけ救われて他の人は地獄行っていいっていう気持ちはもちろん良くないですよ、それはね。だからイエス様がですね、十字架にかかったのもそういうことでしょ。イエス様は自分が天国にいて、で人間が地獄に行くのはイエス様は嬉しくない。だからイエス様はね、全ての人のために死んでくれたのはみんなが天国に行ってほしいからですよ。みんなが天国に行ってほしいから、だからイエス様は何でしょうか、十字架にかかったわけです。だから私も同じですね。私も私も伝道して、自分だけが救われるんじゃなくて伝道して、一人でも天国に行ってほしいから、一人でも天国に行ってほしいから、このニコ生で伝道しているわけですね。そうなんです。でそれは神様の御心と思うんですね。神様の御心はそうじゃないかなと思うんです。とてもね、深い問題で大事な問題だと思うんです。はい、それでですね、じゃ御子を信じる者が一人も滅びないために永遠の命を持つため、はい、そうですね、それじゃあですね、まあ、話戻りましょう。なぜ中国を愛するかというのはですね、とても大事な問題で、私はですね、サタンがね、さっき読んだところにありましたけど、サタンが日中関係、日韓関係を悪くして、争って協力しないようにしていると思うんです。だから本当の敵は中国じゃなくて、本当の敵はサタンなんだということですね。本当の敵はサタンで、本当の敵は韓国なんだという。本当の敵は韓国で、本当の敵は中国なんだという。あ、違う違う、本当の敵はサタンなんだ。中国が敵じゃないんです。中国が敵じゃなくて、サタンが敵だよっていう、ここのところが大事なポイントですね。それで、そしてもう一つはですね、太陽戦争ですね。その太陽戦争の時に、まあ、ある意味では日本が中国を侵略したわけですね。侵略して、でこれも結局はサタンがしたと思うんですね。サタンが、日中関係が愛し合わなきゃいけないのに、日本が中国を侵略して植民地にした。だからサタンに、要するに、まあ、天皇崇拝ですね。その天皇崇拝、偶像崇拝です。でその偶像崇拝することによって悪霊が入ります。で悪霊が入ることによって悪さをします。だからその中国を侵略したということは、まさに悪魔がさせたというふうに考えます。そこで戦争が起きました。そこで日本は負けました。
で負けて悔い改めたらいいんだけど、まだ悔い改めてないんです。悔い改めてないということはまだね、その戦前戦中の中国に対する思いと全く同じ思いを今も持ってるんです。そこに問題があるんです。そこに問題があるんです。つまり日本はね、戦前戦中のね思いと同じ思いを持ってるということです。だからそこで私は日本に言いたいのは、日本が悔い改めて中国を愛するようにならなきゃいけないんだよということです。それが、ね、本当の平和であり、本当の日本のためになるんだよということ。もし中国を憎んでるならば日本のためにならないんだということですね。中国を憎んでたら日本のためにならない。さっきも言った通りね、経済的に大きな損失が日中にはあったわけです。つまり悪魔の言うことを聞いたら、日中に良くないんだということ、日中に良くないんだということですね。まあそういうわけでですね、日本のためにも中国のためにも、そのあれですね、中国を愛さなきゃいけないんだよということですね。中国を愛さないと、まあ、いい関係、これからね、あの皆さん、あのこの日中関係がずっと険悪だったらね、あのずっと経済的に良くないし、もし戦争にでもなったら大変なことになりますね。もう戦争がいかにですね破壊的で、戦争がいかにですね愚かということはもう私たちは経験しているわけですね。で日本の憲法で憲法9条で、あの軍隊放棄、戦争放棄したわけでしょ。それは本当に正解なんですよ。軍隊放棄、戦争放棄したのは、その正解なんですが、だけどもまだ中国を憎んでたりしたら意味がないんですよ。中国を憎んでたら、まあ、本当にまた戦争が起きてしまうかもしれないです。あのだからそういうことでですね、私たちは賢くなきゃいけません。根本的な問題はその私たちがその中国を憎んじゃいけないんだということですね。中国を憎むからいろんな問題が起きるんだ。憎しみはあの人間関係でもうまくいきません。憎しみはもう大きな、ね、国家間の問題にもなるんです。だから、ね、私たちはこの愛し合わなきゃいけないんだということですね。そのためには悔い改めて、日本が悔い改めてイエス様を信じなきゃいけないということですね。日本が悔い改めてイエス様を信じて、中国を愛するようにならなきゃいけないんだよ。皆さん、今戦争来たら大変なことになっちゃいます、ね、戦争来たら皆さんあれですよ、徴兵憲法改正されてですね、戦争できるようにしちゃったらですね、皆さん徴兵に行かなきゃいけないですよ。まあ、私60だからもう徴兵ないかもしれませんけどね、もうあの若い人は徴兵が大変ですよ。まあ、とにかくですね、平和が大事なんです。平和が、だから今私たちは、ね、そういう、平和を祈らなきゃいけないんです。ですから皆さん、中国憎んでる人は悔い改めてくださいね。中国憎んでる人はその憎しみが平和を壊し、その憎しみが経済を壊し、その憎しみが将来を壊すんだ、将来を壊すんだということですね。ですから私たちは愚かになってはいけないんだ、愚かになってはいけないんだ。もちろんこれは中国の人に対しても、同じメッセージですね。中国に対しても同じメッセージ、日本だけじゃなくて中国も、ね、日本を許さなきゃいけない。まあ、中国の人たちの方がね、被害者ですから、まあ、被害者の方が憎んでると思うんですよ。中国の人の方が日本を許しにくいと思う。だからあの多分普通は中国人の人はね、あの日本を許せないと思うんですよ。ひどいこと、日本がひどいことしたからね。だからイエス様が必要なんです。中国の人がイエス様を信じると、あの許せるようになるんですね。許せるようになります。はい、それではですね、そうですね、
明石タイム行ってました。明石タイム、まあ、さっきのですね、もう金林さんのことも含めて、金林さんのこととそれから中国を愛そうと両方の明石タイム行きましょう。中国を愛そう、明石タイム、中国を愛そう、明石タイム、英語忘れちゃった、まあいいですね、明石タイムスタート、明石タイムスタート。放送を 見続けたらネトウヨの悪霊が出てきました。アメン。尖閣諸島は中国のものにしたらいいと思いました。イエス様、中国を愛してください。中国人だって同じ人間じゃないか。アメン。中国の挑発を許しました。アメン。尖閣が原因なら中国にあげればいいと思います。アメン。中国を愛そう。中国の製品にお世話になっています。神のものは神に返すべきです。この世のものはすべて神様のものです。中華料理を愛せました。私も好きです。肩こりが治りました。この放送で中国を許せました。アメン。中国も日本も同じ人間です。隣人と同じように隣国を愛します。中国の軍事拡大しないように祈ります。中国に行って布教してください。行きたいですね。日本人いっぱい日本に来てほしいです。アメン。昔中国にひど非常にひどいことをしたと思った。中国を愛します。同じ人間、中国人の友達が欲しいです。この放送を毎日泣きながら見ています。イエス様、世界に愛をありがとう。南京大虐殺を悔い改めなかった月が来てると思います。憎み合ったり責め合ったりより許し合うことはと聖書は言っています。許し合わないと領土問題は解決しません。悪霊から憲法99条を守ろうと思いました。中国に謝罪すればリバイバルが来ると思います。
尖閣も世界から見れば小さいことです。平和を尽くす人は幸いです。神の子供と呼ばれるから。中絶の罪があっても天国に行きたいです。この放送で日本には正しい歴史認識が必要だと分かりました。イエス様のおかげで中絶の罪がなくなりました。世界の国々と仲良くなることです。神様の愛がアジアを覆うように祈ります。中国と日本のどっちが好きなんですか？両方好きです。両方好きです。共有でもいいですよ、もちろん共有でもいいです。大事なのはですね、物よりも平和です。物よりも平和が大事なのです。物よりも平和が大事なのです。アメリカもイタリアも日本もキリスト教の国です。ん？日本もキリスト教の国？知人に中世をやめるように説得して三つ子でした。この放送、日中両国の教育で使われてほしいと思いました。アメン。神の国に行きたいです。キューちゃん放送のおかげで毎日幸せです。世界を一つの国にしてください。イエス様、キューちゃん放送を道徳の教材にしたいと思いました。日中友好のためにはリバイバルしかないと思いました。イエス様こそ世界平和の象徴です。世界の国がすべてキリスト教の国になればいいと思います。キューちゃん放送に出会えて幸せです。イエス様、中国人と仲良くなろうと思いました。アメン。
キューちゃんのおかげでクリスチャンになれました。イエス様のおかげです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、こんな簡単なことが皆さん分かりませんか。平和とですね、平和と、争いとどっちがいいんですか。どっちがいいんですか。憲法に書いてあるじゃないですか、平和をね、平和を求めましょうって書いてあるじゃないですか、争うことはね、破壊しかないのです。争うことは、両方にマイナスなんです。簡単じゃないですか。こんな簡単なことがわからないんですか。こんな簡単なことがわからないんですか。平和の方がいいに決まってるじゃないですか。平和の方がいいに決まってるじゃないですか。じゃあなぜ多くの人は争うんですか。それは心が平和じゃないからですね、心が平和じゃないからです。まず心が平和にならなきゃいけません。心が平和になるためにはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、罪が許されて、罪が許されて、初めて人間の心が平和になるのです。平和の心になって、平和の心になって初めて私たちは、愛せるようになるのです。なぜ日中が憎み合うんですか。それは心に平和がないからです。なぜ日中に争いがあるんですか。それは心に罪があるからです。罪があるからです。罪があるから争うのです。罪があるから憎み合うのです。罪があるから平和を愛せないのです。だから悔い改めるのです。だから悔い改めるのです。ああ神様、私はあの心は平和ではありません。私の心は憎みです、敵意です、憎しみです。イエス様ごめんなさいと。だからこそ悔い改めるべきじゃないですか。中国を憎むのは、中国が悪いからではなくて、心が悪いからです。心が悪いから、心が悪いから人を憎むのです。ですから日本だけじゃありません。中国もそうです。中国も日本も悔い改めて、中国も日本も悔い改めて、心の敵意を捨てるべきです。しかし自分の力で敵意とか悪意を捨てることはできないのです。人間の心に平和が来るのは十字架だけなんです。十字架だけが人の心に平和が来るのです。十字架だけが私たちの心から敵意や悪意がなくなっていくのです。敵意、悪意があれば争うのです。敵意、悪意があれば憎み合うのです。問題は人間の罪が原因だということです。そして悪魔が挑発してこの争いを与えようとしているのです。日本は真に悔い改めるべきです。皆さん、大事な本質をしっかり理解しましょう。一体日中問題の本質は何なのか分かりましたか。日中問題の本質は霊的な問題なんだよ。霊的な問題、悪魔が争いをしようとしてるんだよということです。日本も中国も騙されているんです。日本も中国もサタンに騙されているんです。騙されているんです。ですから皆さん、しっかり理解しましょう。日本のためにも、中国を憎むことは日本のためにならないんだということです。中国を憎むことは日本のためにならないんです。こんな簡単なことがどうしてわからないんですか。どうしてわからないんですか。簡単じゃないですか。小学生でもわかるじゃないですか。喧嘩していいわけないじゃないですか。喧嘩していいわけないじゃないでしょう。皆さん、賢くなりましょう。賢くなりましょう。愚かになってはいけません。愚かになってはいけません。私たちは、平和を愛さなきゃいけないのです。平和を愛さなきゃいけないのです。しかし、愛せないのは私たちの罪が原因なのです。罪が原因で愛し合うことができないのです。皆さん、ぜひ理解してください。中国を愛するためには、悔い改めが必要なんだ。
中国を愛するためにはイエス様が必要なんだ。イエス様が必要なんだ。人を愛するためにはイエス様が必要なんだ。隣国を愛するためにはイエス様が必要なんだということです。皆さん、そのことを理解しましょう。理解しましょう。理解しましょう。日本の憲法は、日本の憲法はその、平和憲法と言われています。日本の憲法は、平和憲法と言われています。だけども、イエス様がいなければ本当の平和がないんです。イエス様がいなければ本当の平和がないんです。ですから皆さん、日本のためにも、日本のためにも、中国のためにも、世界のためにも、日本が悔い改めて、日本が悔い改めてイエス様を信じて、敵意と悪意を捨てなければならないんです。敵意と悪意を捨てなければ日本は良くならないんです。日本は良くならないんです。皆さん、太平洋戦争で体験したじゃないですか。もうたくさんの人が死んだじゃないですか。たくさんの人が死んでまだ気がつかないのですか。たくさんの人が死んだんです。もう数えきれない人が死んだんです。なのにまだ同じ思いを持ってるんですか。同じ思いを持ってるんですか。また戦争するのですか。また戦争するんですか。皆さん、賢くなりましょう。賢くなりましょう。私たちは愛し合わなきゃいけないのです。愛し合わなきゃいけないのです。しかし愛し合うためにはイエス・キリストが必要なんです。愛が必要なんです。愛がないから、愛がないから憎み合って、愛がないから、愛し合うことができないのです。ぜひ皆さん、この根本的な問題を理解しましょう。根本的な問題を理解しましょう。はい、それではですね、はい、戦争は絶対ダメです。戦争は絶対ダメです、ね。皆さん、私たちはですね、歴史を振り返って、歴史を振り返って何がいけなかったかとことを理解しなければなりません。歴史から学ばなければなりません。私たちには平和が必要なのです。私たちには平和が必要なのです。平和を愛しましょう。平和を 愛しましょう。それではですね、招きをしましょうね。招き、今日、金梅さんともちょっとね話しました。タイトルはと違うんですが、金梅さんのことも含めて、そして中国のことも含めて、そうか、中国を愛さなきゃいけないんだ。日本のためにも、日本の子孫のためにも、日本の将来のためにも、日本の経済のためにも、中国を愛さなきゃいけないんだということが分かった人、そして自分の心に、愛する愛が必要なんだ、平和を愛する心が必要なんだということが分かった人、イエス様を信じて、平和を愛する心、中国を愛する心が欲しいと思った方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。中国を愛したい、中国を愛さなきゃいけないんだということが分かった人、アメン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 、ハレルヤ、アメン、アメン、アメン。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 はい、それではですね、一緒に祈りましょう。日中平和のために一緒に祈りましょう。ね。祈りが大事です。祈りが大事ですね。
平和のために祈るのはなんと素晴らしいことでしょうかね。平和のために祈りましょう。天皇様、今日中関係が悪いですが、イエス様どうぞ、日中関係が解決して、平和になりますように、平和になりますように。人間の力では難しいかもしれません。イエス様どうぞ、日中を平和にしてください。日中を平和にして、本当に、憎み合うのではなくて許し合うことができますように、愛し合うことができますように、日中日韓が許し合うことができますように、愛し合うことができますように、戦争にならないようにしてください。戦争にならないようにしてください。あなたがその敵対感情を沈めてください。敵対感情を沈めて、お互いに許し合うことができますように、イエス様お願いします。そして今アメンと言った方々がイエス様を信じて心に平和を持つことができますように、愛を持つことができますように。イエス様、多くの人たちの心は平和ではありません。傷ついています。悩んでいます。恐れています。あなたを信じることによって、あなたを信じることによって心に平安が来ますように、平和が来ますように、愛が注がれますように。イエス様どうぞアメンと言った方々、愛で満たしてください。愛で満たしてください。愛で満たしてください。平安がありますように、平安がありますように。イエス様アメンと言った方々を救ってください。また日本にリバイバルが来ますように、日本にリバイバルが来ますように、日本にリバイバルが来ますように。イエス様、日本を救ってください。日本を救ってください。日本を救ってください。日本に本当の平和が来ますように、日本に本当の平和が来ますように。イエス様助けてください。中国を祝福します。アメリカを祝福します。韓国を祝福します。北朝鮮を祝福します。イスラエルを祝福します。世界中を祝福します。世界中を祝福します。イエス様平和をください。平和をください。あなたこそ平和です。あなたこそ平和です。あなたこそ平和です。リスナーの方々を祝福してください。リスナーの方々を祝福してください。感謝します。今日このような放送ができたことを感謝します。日中を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。皆さんね、結局憎しみが経済を悪くします。罪が経済を悪くします、ね。その根本的な問題を理解しましょう。そしてその根本的な問題を解決するためにイエス様が十字架にかかったということです。イエス様が根本的な問題、つまり罪を取り除く、罪を取り除く、これが根本的な大事なことなんだよということです。罪があっては、問題は解決しないんだということですね。ぜひ皆さん、まず自分の心から罪を取ってもらいましょう。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて罪を取ってもらいましょう。そうすれば家庭にも平和が来ます。個人も平和が来ます、ね。恐れのない人生、喜びの人生、楽しい人生、人間関係で愛し合うことの人生、そういうですね、素晴らしい人生をまず送ることができます。誰かと争って、心が平和になりません。誰かと憎み合って心が平和になりません。許し合って、許し合って、愛し合って、初めて平安が来るんではないでしょうか。ぜひ皆さん、イエス様は、本当に全ての人にとって必要なのです。イエス様は皆さんのために必要なのです。皆さんがの人生が変わるんです。平和の人生になるんです。幸せな人生になるんです。どうぞ皆さん、イエス様を信じましょう。明日は礼拝ですね。明日10時半礼拝しますので皆さん見てくださいね。10時半。それじゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。皆さん来てくださってありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン。アメン、アメン。